この動画ではダンボールマリオの作り方をご紹介していきます。撮影に必要なシーンはダンボールに向かって飛び込むシーンとダンボールから飛び出して駆け回るシーンです。さらにそれぞれ背景も撮影しておくと良いですね。そしたらまずダンボールに飛び込むシーンですが、飛び込んだ後にクリップを3つ並べていきます。まず一番上がダンボールの縁のところだけを切り取ったシーン。続いて2番目が飛び込む人物をマスクで切り取って時間を止めている静止画です。 この人物は段ボールの中に入っていくように位置を下の方へと向けてキーフレームを打っていきます。そして最後に何もない背景だけのシーンです。この3つを重ねることで段ボールの中に消えていく映像ができます。出る時も同じですね。段ボールだけを切り取ったシーンが一番上。人物が下から拡大されていくシーンが二番目。そして一番後ろに背景だけのクリップを配置しております。あとはこれを繋げるだけです。 ちなみにこれを応用するとこんな映像も作れたりしますので、ぜひとも作り方を考えてみてください。それではまた次回。